マリアです。ピンクアテティビ始まるよ。イエーイ。今回はマリアの机を紹介していきたいと思います。その名の通りマリアの机を紹介していくんですけど、一つ謝りたいことがあって、私本当に机に、これ本当に机なの？っていうぐらい物がなくって、面白いか分かんないんですけど、最後まで見ていっていただけると嬉しいです。その少ないながらにマリアのポイントとかもあるので見てってください。それではどうぞ。まずマリアの机はこんな感じです。この机はベッドについてきた机で、ベッドと同じように白とこのグレー、シルバーが基調となっている、とてもシンプルなデザインです。この机には台がついてて物を乗っけたりしてるんですけど、ここには勉強の時に使っている教科書立てが置いてあります。その隣には自分でピンクゾーンと名付けているお気に入りっていうか、ピンク系の雑貨みたいなものが置いてあるゾーンです。例えばここにはアロマだったり、その隣にはペン立てだったりして、このペン立てはプレゼントでもらったコスメの箱を再利用みたいなことをして使ってます。でここにはハンドジェル、可愛いらしいちっちゃい小物みたいなのが置いてあります。机の上はこんな感じです。これだけでもちょっと少ないかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、中ですね、いきますよ。じゃーん、はい、少ない。皆さんびっくりしましたか？本当に全然置いてないんですよ。まあ紹介していきます。大きいものはこれですね、カラコン。このカラコンは種類ごととかに分けて仕切って片付けてます。私年中蚊に刺されるから、かゆいんですよ。だからこれを塗ってかゆみ止めみたいな感じで使ってます。あと大事な修正テープ、勉強してる時とかにさ、大事なところとかは赤で書く、オレンジで書くとかあるじゃん。その時に結構漢字とかをミスっちゃったりするから、その時に使ってます。他には可愛いシールとかも置いてあります。机の中は、はい、こんな感じですね。あ、取っ手がないのは気にしないでください。取れちゃって、こうやって下からこうやって手を回して開けてます。皆さん、勉強道具はどこにあるのって思った方いるかもしれません。勉強道具は机に置いてないんです。私机に物を置いちゃうと、どん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 山みたいになっちゃって片付けられなくなっちゃうので、ちょっと離れたところに棚を買ってそこに収納するようにしてます。じゃあそこも紹介します。こっちです。ここに机があって、なんかベッドがあって、その下をくぐると、ここにね棚が置いてあります。上段は雑誌とかが置いてあって、私置き部屋派で学校とかに教科書とか置いてきたりしてるんですけど、その中でも使わない教科の教科書とか資料集とかは5とかに入れてあります。その下は辞書とか調べ物するときに使いますよね。その横には小説とかも置いてあります。ここはまあそんな感じですね。学校で使わない教科書とかここに置いて、辞書を使い終わったらここに片付けてみたいな感じで、こっちの棚あるじゃないですか、ベッドについてきた棚なんです。この下の2段はまあ関係ない収納ケースとか、なんていうの、ポーチ類が入ってたりします。この上はペンケースだったり、ちょっと結構乱雑に入ってるんですけど、メモ帳とか、これはシールですね。
ディズニーで買った可愛いシールとかが入ってます。あとマスキングテープとかで、この上はあれまた小説って思ってかった。ここら辺にはお気に入りの小説が入ってます。紹介してなかったんだけど、この私が最初椅子にしてたのが実はハンモックで誕生日に買ってもらったやつなんですけど、ここに座ってこうやって本読んだり YouTube 見たりするのがすごい自分の中でリラックスできて、今は椅子にしてるんですけど、大きい布をつけたらすごい寝っ転がることもできるので、そこでゴローンってしながら本を読むのにハマってます。あとここにはお菓子ですね、たくさん入ってます。友達からもらったお菓子とか外国のお菓子とかグミとかが入ってます。これは勉強してる時に糖分取りたくなっちゃうじゃないですか。だからその時にこうやってガサガサガサって取り出して食べてまた勉強みたいなことをやってます。でその上にはここもまたピンクなんですけど、すごい可愛い誕生日とかにもらったりしたプレゼントとかを飾ってあります。こんな感じです。以上です。少なかったんですけど、ここみたいにお気に入りのものを置いたりして可愛いみたいなほっこりするとかあるし、あとここにもこうやってなんか勉強してる時にここら辺の可愛いものとかを見たりするとほっこりするし、あとねこうやってお気に入りのものとかを置いてあると片付けたい気持ちになるんですよ。全然片付けたくないのに、あーこの子たちかわいそう片付けなきゃみたいになるので、片付けができるようになりました。だからみんなもマリアみたいに片付けできないよどうしようみたいな困ってる子も、可愛いものお気に入りのものを置いたら結構片付けできるんじゃないかと思います。まずその前に片付けるようなことをしなければいいと思います。思うっていうかよくママに言われて怒られます。だからこうやって机の上にはなんか物を置かないとか散らかさないとかって決めて、こうやってマリアみたいに棚を買ったりしてそこに置いたりだとかすればいいと思います。ここら辺はポイントでしたね。こんな感じで終わりたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。